社会的無政府主義は、無政府主義の二つの異なった、幅広い分類のうち、集三主義的あるいは、社会主義的な無政府主義の総称である。他方は、個人主義的無政府主義である。社会的無政府主義は、社会主義者無政府主義、無政府社会主義、無政府主義者社会主義、共同体主義者無政府主義などとも呼ばれ、時には、リバタリアン社会主義、 サハリバタリアニズム、サハーナキズムともほぼ同じ意味で使われる。無政府主義の内個人主義的な立場では、彼らの意志があらゆる集団、社会、伝統、思想などのシステムによる決定から超越していることを強調する。しかし社会的無政府主義は、個人の自由は概念的に社会の平等、共同体の協調、相互扶助などに関連すると考える。 社会的無政府主義は、社会的な不平等の原因として、私有財産を拒否する。社会的無政府主義は、通常、無政府主義の中で、理論と実践の共同体や、協業の側面を強調する傾向を示す。社会的無政府主義は、中産主義的無政府主義、無政府共産主義、そして、リバタリアン社会主義、アナルコサンディカリスム、 社会エコロジーなどの一部の潮流などを含む、左翼無政府主義、または左派無政府主義という用語は、左翼とみなされた、無政府主義の潮流を指す。左翼無政府主義は、自由市場無政府主義や無政府資本主義、マレー・ロスバードなどの右翼アナキズムとは、明確に区別される。ミハイル・バクーニン衆参主義的無政府主義は、革命的社会主義などとも呼ばれ、 無政府主義の革命的な潮流で、通常はミハイル・バクーニンやヨハン・モーストなどの思想である。特徴は、集産主義、または共同体主義の無政府主義である。五助主義とは異なり、集産主義的無政府主義は、生産手段の私的所有に反対し、代わりに生産手段の社会的集約を主張する。無政府共産主義者のピョートルク・ロポトキンは、無政府社会では、 労働者は全ての社会で自発的に組織化し製品を生産すると信じた。無政府共産主義者は社会組織の最も自由な形態は生産手段の集約的な使用を伴う自治された共同体で直接民主主義により組織され他の共同体とは連合によって関与すると提唱する。しかしいくつかの無政府主義者は個人の自由を制限する恐れがあるとして 直接民主主義の多数派には反対している。アナルコサンディカリスムの旗20世紀初頭にはアナルコサンディカリスムは無政府主義の重要な潮流として対等した。無政府主義の従来の潮流よりも労働運動に大きな焦点を当て、急進的な労働運動を革命的な社会変革の潜在的な力と位置づけ、資本主義を置き換えて民主的な労働者が 自己管理する新しい社会を持った国家を主張した。アナルコサンディカリスム主義者は、賃金制度と階級社会を導くと考える生産手段の私的所有の廃止を主張する。労働者の団結に含まれる重要な原則には、ゼネラルストライキや職場の回復などの直接行動や、労働者の自己管理がある。これは無政府主義の他の潮流とも共通性があり、アナルコサンディカリスムは、 しばしば、無政府共産主義、または、中産主義的無政府主義の経済システムと呼ばれる。より現代の無政府主義の潮流には、社会エコロジー、包括的民主主義、産業型経済なども含まれる。ありがとうございます。